3月13日の明け方、FRB 財務省 FDIC から共同声明が発表されました。シリコンバレー銀行は破綻させますが、預金者は守る。果たしてこの決断は吉と出るか、京と出るか、この共同声明の本当の意味を解説していきたいと思います。まずは共同声明の内容を簡単に説明します。この声明は、 ジャネット・イーレン財務長官、FRB のパウエル議長、そして FDIC の、えー、マーティン・グルーンバーグ議長のサンバカトリオによって作られたものです。えー、今日、私たちは、米国の銀行システムとして、協力で持続可能な経済成長を促進する方法で預金を保護し、家計や企業に信用へのアクセスを提供するという重要な役割を果たし続けることを保証します。 えー、FDIC および FRB からの勧告を受け、えー、大統領と協議した結果イエレン財務長官はすべての預金者を完全に保護する方法で FDIC がカリフォルニア州サンタクララのシリコンバレー銀行の決議を採択できるようにする措置を承認しました、えー、預金者は3月13日月曜日からすべての資金にアクセスできます つまり、預金はなくならないから安心してという意味ですね。でシリコンバレーバンクの決議に関連する損失は、納税者が負担することはありません。また、ニューヨーク州のシグネチャーバンク、ここも破綻しましたが、同様のシステミックリスクの例外発表しています。この期間のすべての預金者は完全に保証されます。シリコンバレー銀行の銀行の決議と同様に、納税者が損失を負担することはありません。 ただし、株主及び特定の無担保の債権を保有しているものに関しては保護されません。経営者も解雇されました。無保険の預金者を支援するための預金保険基金への損失は法律で保障され、銀行に対する銀行特別査定によって支給されます。まあ、つまり、えーまあ、3000万円以上は保証されないと言っているんですけど、まあ、そこも保証しますよということですね。えー、最後に、 FRB は日曜日に銀行が全ての預金者のニーズを満たす能力を持つことを保証するために資格のある預金機関の追加の資金を提供すると発表しました。銀行の お米国の銀行システムは依然として回復力があり、堅、え、調、ー、な基盤の上にあります。これは主に金融危機後に、えー、行われた改革により、銀行業界の安全策が強固されたことによるものです。これらの改革と今日の行動は、預金者の貯蓄を安全に保つために必要な措置を講じるという私たちのコミットメントを示しています。えー、以上翻訳するるるとと要はは銀行に預預けてる預金がなくなくことはありませんよだからシリコンンババレーバンクもシグネ メジャーバンクも破綻はするけど、預金がなくなることはないから落ち着いてくださいねと、まあ、それと追加で銀行が破綻した場合も、預金は保証しますよということですね。 ま,あまだまだ銀行が破綻する可能性があるんですけれども、今の株価ちょっと見ていきたいと思いますが、今ちょうど1時、1時じゃないですね、0時43分を回ったところですけれども、まあ、ドル円はそれなりなんですけども、えー、いくつかのところちょっと回復はしていますが、まあ、ここ最近でひたすら下落しているという状況です。これ冷やしですけれども、これウェスタンアライアンスバーコンプレーション。 バンコープレーションは今このような値、ね、動きになっています。まあ、ひたすらちょっと今日は上昇してますけども昨日よりかはまだ全然下落しているという状況です。えー、という内容をだらだらと、まあ、こういうところで喋っていたわけなんですけどもこの紙1枚で、まあ、市場はそれなりの反応をしています。ここについて私の考えを解説していきたいと思います。まず今回の事件はどこから発生したかを考えないといけません。つつ原因がありまます1つ目はまず最初に急速 利益によって債権価値が低下したことです。これあの前回の動画でもこれ簡単に申し上げましたが。 えーえー、世界標高レベルです。マクロ経済分析者でもとんでもない驚愕の事実が発生しましたという、まあ、動画でも解説した通り、これ、えー、ヘルトーマチュリティ通称 HTM という満期まで保有することを目的とした債券なんですけれども、この HTM を大量に持って、えー、いたんですね、シリコンバレーバンク。満期まで持っておけば問題なかったのに、これを売る必要が出てきた。これは債券を、えー ま、基本的に元本保証なんだけども、債権っていうのは、途中で言ると、含み損を確定させることがあ、確定させる必要が出てくるんですね。あの、復習ですけども、利上げによって金利が上がると、債権価格が下落するという、まあ、これはシーソーの関係ですというふうに言ってきましたが、実際、あの、シリコンバレーの、えー、決算書を見てみると、この、えー、っと、ここですね、えー、まあ、かなり資産を持っていて、 えー、この91ビリオンドル。まあ、この HTM、ヘルト・マチュリティの債券91ビリオンドル。 は、えーまあ、額面でいうと91ビリオンなんだけども、実際今利上げによって価格が低下してしまっているので76ビリオンドルで、えー、売らないといけなくなってしまったんですね差し引き91-76の15ビリオンドルの含み損を確定させることになりましたでなんで売る必要があるのっていうのが2つ目の問題売る必要性が出たのは2段階の原因があります1つ目はこの銀行が、えー、シルコンバレーバンクが スタートアップ企業のための銀行になっていたというところ。つまりここ最近の景気点迷に 伴っててててスタートアップの経営がが傾いいいたたそうするると預けていた預け金が減少してくるもう一つはこの事実を受けて多くのスタートアップや預金者が預金を解約し始めたんですね。そして最後のとどめとして多くのベンチャーキャピタルがシリコンバレーバンクが危ういという発信を情報発信をしたことで取り付け騒ぎが加速したというのがこれが一連の流れでしたね。そして今回この FRB の緊急対策は この二つ目の問題の最後の部分、つまり預金者が一斉に解約して取り付け騒ぎが起きたところを対策しに行っているんですね。つまり、あの病気で考えてみると、こんなような感じです。えーまあ、病原菌が感染しまして、病原菌に感染しましたよ。咳が出るようになりましたよ。喉が痛くなるようになりましたよ。で、最後に肺炎になりましたよっていう、まあ、これ例えば肺炎の例で示していますけれども、この最後の肺炎のところだけを 措置してるんですねこの肺炎になりましたの時点で抗生物質を付与するという措置、これが今回の対策です。根本を治すんではなくって、出口だけをなんとか塞ぎに行っているという状況ですね。病原菌を退策するわけでもなく、咳を治すわけでもなく、それから、えー、喉が痛くなるというところを、えーまあ、喉が痛くならん別にかまあ あの、根本を直すんではなくって、最後のこの肺炎を直すために抗生物質を投与するという措置が今回の対策なんですね。100歩譲って、この抗生物質でなんとかなるとしましょう。本当はこういう時って根本を直さないといけないんですけども、まあ最後のここの部分を直しましたと。まあ100歩譲ってそれでなんとかなるという前提に立ちましょう。じゃあこの抗生、えー、物質の投与する量は十分なんでしょうかとここが問題なんですね。あ、ここ。 ここも、ここも問題なんですね。今回の動画は、 まあ、そもそもここを直さないといけないというところなんですけども、まあ、それができないので、もう今、ここを直すしかないというのが今の状況、イエレンさんも、えー、ウクライナに飛ばないといけなかったですね、もう時間がないのか、なんとか決めたのがこの策でした、えー、この抗生物質の投与する量、つまり取り付け騒ぎが起きないように、銀行が破綻しても預金を保証しますというところ、この額が本当に足りてるんですかというところですね、えー、アディショナルファンディング、えー、追加でもっとついあのいやお金を出していくよと。 いう,ふうに言ってますが、えー、通常、このボルシジャーナルでも書かれている通り、これ、えー、と今日出たニュースですけれども、シリコンバレーに関する、ま、シグネチャーバンクももうだめですねというななんですけれども、えー、この FRB のこの措置、緊急対策の額としては、あ緊急で25ビリオンドルがまあ、保証をしあのお金を出しますよと。通常、25万ドル。 まあ、ごめんなさいね、25ビリオンドルと25万ドルってすごいあの分かりづないですけど、通常、銀行が破綻すると、われわれ日本だったら1000万円まで保証されますよね。で、それと同じように、アメリカは25万ドル、つまり、えーまあ、大体3000万円ぐらいですかね、25万ドルまで保証される預金保証っていうのが米国ではありますよ。ただ、今回の措置はそれより上も保証されるということで、財務省が緊急対策として、この25ビリオンドルを出して、あの財布から出したんですね。 えー、まあもともとこれ、えー、と FX の基金だったんですけども、為替基金だったんだけども、まあそれを取り崩して貯金をばらまくというふうに発表したんです。ではここで計算してみましょう。先ほどのこの通期の決算書を見ていただければ分かると思うんだけども、典型これ、えっ、ー、と、まあ、総資産額で、ね、トータルアセットが、これもうちょっと拡大しましょうか、えー、トータルアセットは216ビリオンドル。 の資産を持ってていいいるという,ふうに書かれていますただこれ額面なので先ほども言ったように含み損の HTM を確定させて損失を出すと180ビリオンドル付近になるんですね損失っていうのがで1、えー、個前の動画でもこれお伝えしたように含み損の詳細についてはこの動画で解説してますのでそちらを参照していただきたいんですけども借金が195億ドル程度ありますよ え、資産が216あるんだけども、え、いろんな損失を出して、これが実際180ビリオンドルぐらいまで下落してます。それに対して借金が195億ドルまで出ているので、差し引き10億ドル以上不足して破綻となりました。これが一連の簡単な数字のお遊びですね。簡単な数字の破綻した計算式となります。さて、ここで FRB と財務省と FDIC が共同声明を出して、25ビリオンドルを出すと いいう,うに言いましたしかしながら25ビリオンドルをそのままばらまいたらインフレになると思われてインフレ期待も上昇してしまうのでそうではなくこのようにしましょうという声明が出されましたまあ、この部分昨日のライブでも言いましたがあちゃんとあの絵を絵というかまあそれなりにサクッと描いた絵なんですけど紙芝居みたいな感じで、えー、すごく複雑なのですごく簡単に誤解を恐れずにすっごく簡単に説明しますまずこの fd、えー このシリコンバレーバンク、この銀行があ、えーまあこうこう、ちょっと例としてジョセフさんを出しますけど、今回ちなみにこれリーマンブラザーズの CFO だった人がシリコンバレー銀行の CAO になってるんですけども、まあそこ,まあ、この人を例に使って、まあ、この銀行さんが、銀行さんが FRB に対して、えー、お話をしに来ました。銀行さんは何て言ったんでしょうか。 えい、FRB さんよ、ちょっと金貸してくれねえ。めっちゃ解約、預金解約してくるアホどもがいるから、もう耐えられねえです。無理っす。で、FRB は、ただでは無理でごわす。 言ったんで、すねで、えー、銀行としては、えー、ガチ、もう破綻するの俺だけじゃねえっすよ、俺の借金こんだけあるのに、もうそしたら僕らがこんな破綻したらこの銀行とあの銀行、あとあっちの銀行も破綻しますよ、つって、まあまあ何もしなくてもそのうちあいつら破綻すると思うけど時間の問題っすね、つって、で、FRB は、それは困るでゴワす。でもそのままお金をばらまくとまたインフレ期待が上がってしまうので、お主の持っている資産をいただくで壊すで、銀行は、 あで、FRB はあの、うん、そしたら貸し借りだけなのでインフレ期待は上がらないと思うのでごわす。つって、銀行は、あ、いいっすね、それやるやろう。つって、俺はあ一旦破綻するように見せかけるんで、誰かが俺のこと買ってくれたらそいつが払うってことでいいっすね。つって、FRB はあ、いいでごわす。 まあこういうくだらない劇場はここで終わりますけれども、えー、このようにしてシリコンバレー銀行の持っていた債券などの資産を一旦 FRB に上としてその額相当の資金をシリコンバレー銀行でもらって預金者に配るというのが一連のお金の流れですよく考えてみてくださいこの債券は今はまだ現金化されていないはずの資金が今市場に出されるんですこの流れを簡単に言うと通常は債券を購入したら例えば91ビリオンドルの債券を買ったとしましょう例えばですよこの えっとこいつですね、えー、この91ビリオンドル、まあ、この債券を仮に買ったとしましょう。そうすると91ビリオンドルのお金っていうのがなくなりますよね。ゼロになって。で、満期になったら、まあ、実際ここに金利がつくんですけども、まあ、91ビリオンドル、プラスアルファが入ってくるというのが債券ですよね。まあ、元本保証されますので、91ビリオンドルっていうのは基本的にはそのまま入ってくると。 ただ、今回のやつは、えー、破綻危機が発生しますと。そうなった時点で、満期まで91ビリオンドルがもらえないはずだったのに、いきなり危機あの経営破綻が発生すると、FRB から BTFP っていう、まあ、その資金が提供されて、ここで一気にお金が増えるわけですね。本来ここ、今の時点ではお金がなかったはずのものが、いきなりここで湯水のようにお金が増えるんです。 現金化されていないはずの資金がこの瞬間、今この瞬間、市場に放出されるんです。この一件がなかったら現金としてばら,ばらまかれることがなかったお金がばらまかれるんです。本来、債券というのは満期まで持つというリスクがありますがシリコンバレー銀行がそのリスクを放棄して FRB がそのリスクを持つということになるんです。もちろんシグネチャーバンクもそうだし今後似たような銀行がたくさん出てくることになりますが同じ原理となります。ここううういうようなことが至る所で起きてくる このリスクは何になるんでしょうか本来あるはずじゃなかった25ビリオンドルが今生み出されるというリスクはつまりインフレになるというリスクを発生させているということなんです満期になって初めてキャッシュになる部分を前借りして今キャッシュにするというのはそういうことなんですね資産と交換条件にしているふうに見せかけていますが残念ながらその資産の中身次第では10日にはなっていないんですもちろんこの25ビリオンドル相当のインフレが起こるかというと必ずしもそうではありませんが 簡単に言うとそういうことなんです。まあ、それで預金者を救おうとしているんですね。これは今まで FRB がやってきたことと真逆のことをしていますね。今までお金を市場から取っ払おうとしているのに、またお金を供給するですから、おそらく来年の大統領選もあって、ホワイトハウスからの無理なお願いもあったことが想定されていますが、えー まあ、そこ、実際はどうだったのかはわからないです。まあ、結局、この愚策をやってしまうということを決定してしまいました。まあ、ここでもう発表したことはもう完全に愚策だと個人的には思っていますが、まあ、これをやるというふうに言いました。ただ、金融市場にどうノーダメージかというと、そんなことはありません。なぜなら、この銀行はもう破綻させるんですね。実際、お金はもらえるけれども、預金者にはお金入ってくるだけれども、銀行には、その損失分、むしろ株式とか、まあ、ここにも書いてましてね、えー 株式だったり、ステークホルダーの株式だったり、それから保証されていない債券、そういうのはそのまま損失を食らうことになりますので、おそらく銀行の株主はゆっくりとここから退場していくことになります。それが今、ここで出ている検証ですね、銀行からみんな、銀行の株式市場からみんな出てっているというのが、この今の えー、0時55分時点での株価ですけれども、まあ、このようになっています。ウェストン・アライアンス・バンク・オープレーションの株価を見せていますが、まあ、かなり、まあ、ちょっと上がってきましたけど、まあ、それでも前日比でいうと相当下落してますね、マイナス60%まで今下落しているという状況です。あの 破綻させるという意味はもちろんそこと取引のあったマネーが消失するということですので失業者も増えることになりますただこれはゆっくり進んでいくことになるので今月とか来月になるとは思っていませんがどこかでこの市場介入の付けが出てきますコロナショックの付けがインフレとして今発生しているように2年後3年後にその付けを払う時が必ず来ますそれまでに何が起きるのかを最後にお話しして終わりにしたいと思いますまず25ビリオンドルは追加されることになります2日間で300 ビリオンドルの資産が吹っ飛んだわけですねシリコンバレーバンクとおそれからシグネチャーバンクこの両方合わせた資産額としては300ビリオンドルの資産が吹っ飛んだんですねこれリーマンブラザーズの半分です25ビリオンドル程度でこのトレンドが くずされるととは思思わない方がいいと思い方がますリーマンブラザーズの半分がもうすでに吹っ飛んでるんですから25ビリオンドルでは不足するのでおそらく FDIC はアディショナルファンディング追加での預金保証基金を持ち出してくることになりますそれが1250億ドル程度が上限としてあるんですけどもここではそのお金の額については書いていませんがまずそのお金が放出されればされるだけばらまきになりますのでインフレとして影響が出てくることでしょうそして、えー まあ、FDIC の持っている預金、125ビリオンドル、1250億ドルで、もともと予定していた25ビリオンドルの約5倍ですね、5倍の資金がまたばらまかれることになるんですが、まあ、それでインフレを助長することになりますか、そもそもこの金融市場を助けるのに、この125ビリオンドルと25ビリオンドルだけで本当に十分なんでしょうかという話、ツイッター、Twitter、でもこれあの、逐次出していますけれども、えー 米国の預金者、預金額、最大でいくらあるかというと、20兆ドルあるんですね。20兆ドル全額が引き出されるとは思ってないですけど、過去の取り付け騒ぎがあった時でも、まあ、大体10分の1ぐらいが引き出されます。そう考えていくと、2兆ドル程度ですので、今回の1250億ドルっていうのが、いかに意味のないものであるかは理解できると思います。米国の預金額、20兆ドル。 トリリオンドルですので、今回の25ビリオンドルが何の役に立つんでしょうかという話です。えー、まあ、皆さんのコメントをお待ちしております。皆さんはどう思うでしょうか。これで本当に足りるの足りると思いますか。それとも、えー、まあ、足りないと思いますか。もしくはインフレが発生するとま再燃すると思いますか。そうではないですかというところをもし、えー、お。 ご意見いただけると嬉しいですということで、今回の動画は以上となります。まあ、今回の動画は、この FDIC と FRB、財務省が発表したこの文章について、まあ、どういう意味なのかというところに関して解説させていただきました。今回の動画がいいなと思えば、高評価いただけると嬉しいです。ダメだなと思ったら低評価で大丈夫です。それからメンバーシップもやってます。チャンネルを応援していただける方は、ぜひ参加お待ちしております。それからユ、えーと、ユニコーン企業に投資できるファンドということで、上場前の え、ユニコーン企業に投資できるファンドということで、非上場 .com というのがあります。これ代表的な元ユニコーン企業として、メタ、ウーバー、エアビー、ズームとか、まあこういうような上場前に機関投資家が買い漁っていた銘柄に投資できるというメリットのあるところが非上場 .com というのがあります。これまあ、あの、お金入れないでも、特に今みたいな時代ですので、お金入れないでもどういうところがあるのかっていうのを理解するために、会員登録だけしてみてはいかがでしょうか。えー、まあ、リターンは、 それなりりにありますがリスクもそれなりにありますので、しっかりそこら辺を理解した上で、余剰式の一部でサテライト的な感覚でやってみてはいかがでしょうかと。それから今回解説したようなニュースみたいなのは、ムーム証券で海外ニュースが見れる証券口座っていうのがあります。まあ、ここは1900万人もの人が使っている証券口座プラットフォームですので、楽天、SBI、それぞれ足した以上の、まあ、国内では2トップですけれども、まあ、それを足した以上のこの海外の証券口座ですので、 えー、そのニュースの速報だけではなくって、えー、テクニカルの、まあ、指標とかもいろいろ充実していますので、まあ、もしよろしければここで、えーまあ、速報を見たいという方はこのアプリダウンロードして使ってみてはいかがでしょうかというところで今回の動画は以上となります。